はい、皆さんこんにちは。いいお天気だよね。いや、ね、前にも先週告知しましたように、今月、ね、最後の水曜日になっておりますが、源ちゃんはこの水曜日で、終了させていただきまして、来月からは、町田博さん、うちのスポンサーの町田クリニックの博ちゃんが引き継ぎます。今日は博ちゃんも一緒に参加してもらいます。博ちゃんです。はい、こんにちは。イエーイ、久しぶりです。イエイイエイイエイ。夏休み入ってる。そうですね、ね、はい、多分、ね、うちでは皆さんのお家でも、お子さんやお孫さんたちがもう朝からうろうろしてるんじゃないかな。ラジオ体操もね、やってますよ。ラジオ体操だ、うん、あれね、俺も 何回か当番でね、最初から最後まで、やってたことあるんですけど、あれとってもいい運動になるよ。あ、要するに40日近く夏休み中、そうです、ね、ずっと続けてたらね、はい、痩せてたよ。あれね、ぜひ皆さんよろしければ1日1回ラジオ体操第一ね、やれたらいいよな。ね、でもなかなか運動する機会がないよね、私たち。そうですね、はいはい、特に沖縄県民は、車で移動しますんで、100メートル先200メートル先に車持ってくんだわ。これそれを痩せるわけだよ、ね、はい、そういう意味でも皆さん、夏バテ、ね、しないようにゴーヤーチャンプルを食べていただいて、ゴーヤージュースを飲んでいただいて、中高年よ、青春を取り戻そうぜ、ね、よろしくお願いいたします。さあ今日もこちら、メールアドレスですよ、797@fmginowan.com。 もう一回ね、797@fmginowan.com で、リクエストお待ち申し上げております。さあツイキャスもね、どんどん今日もバンバン、リクエストくださいな。はい、ね、皆さんと楽しく最終回を、ね、過ごしていきたいと思います。さあそれでは1曲目、ザ・ベンチャーズ、レッツゴー。いいんだよね、俺もベンチャーズやってたからな、うん、イエーイ、よろしくです。リンゴの歌っていうのは並木美智子さん、並木美智子さんかのやつでいいですか。あ、いいよ。それキーボード捕まったみたいですよね。え、あ、そう、万引きして、そうそう、なんでね、もう、あ、なんかやっぱりこう精神的に欲しかったかね、ヒット曲出ないからな。お、思い出の時さ、来たよ。思い出なきゃね、いいですね。もうエロいよ。ほう。ザ・ワイルド・アンツ。次はどうします？ここにあるやつは全部ありました。あ、あった。はい、じゃあ次思い出んだけど。リクエスト誰から？しもちさん。え、あ、おお、しもちゃんの別あれね、はなるちゃんか。なるちゃんね。なるちゃん、暇だったら来い。3年目の浮気もあります。おお、3年目の浮気か。あれ、今日は恋してるなってるの。え、先週までなんだっけ、チャラい、チャラいだったけど。はい、オープニング、ベンチャーズのレッツゴー、お聴きいただきました。
ね、私もあの中学校の時にベンチャーズバンド組んでましてはい、懐かしいよな。でもね、あの頃あの私リードギターだったんですけど、もう全て忘れましたでフォークソングだったらもうコードとかその歌なんかも大体覚えてるんだけどね、ベンチャーズはね。まあでも楽しかったですよ、あの中学生でバンド組んでるのはね。那覇で3グループぐらいあったのかな、はい、あの頃はね、中学生とバンド組んでると不良って言われました。あ、でも、もう大体もう俺なんかもとっても穏やかな、ね、ただやっぱりもうベンチャーズが大好きでやってましたんでね、そういう意味ではね楽しかったな青春時代。もう青春よ再びもう来ないか来ないよな過ぎ去れば、ね、さあ、どんどん今日ねリクエストいただきたいと思います。来てるよ来てるよ来てるよ。それではなるちゃんからのねリクエストです。ザ・ワイルドワンズ、思い出の渚。懐かっこくていいですね。いいよね。恋してる AKKB ファンだってね。これ見える？はい、一応見えます。お笑いも見えない、こんなの。ねえ、加瀬邦彦さんリーダー自殺だよな、もったいないな。やっぱり病気とかいろいろあったんだろうね、落ち込むことが。ねえ、みんな頑張るぞ。中高年いろいろあるけど、病気もあるけど、いろんなのがあるけど、頑張って楽しく笑顔で生きていこうぜ。ああ、たまちゃんもいるの。ユーミン何ばさり。あ、この間のユーミン特集、これ流したのって言ってるし。あるこれ、ユーミンのアニバーサリー。ユーミンのアニバーサリーは、これタマちゃんは何ペンデーマルかな。無限にコーリングユーゲーム、これあのペンネームなの。これ無限にコーリングユーっていうのはこれペンネーム、たまちゃんの。だからな、今問いかけてる返事アンサーお次、3年目の脇。はい、うん、副大副大ですって書いてある。あ、副大。じゃあ、たまちゃんでいいんだ。はい、思い出の渚、懐かしいね。ですね。ねえ、やっぱりこう、ね、ワイルドワンズ、俺はあのグループサウンズのバンドの中ではもう大好きなバンドでね、よく特集なんかやるじゃない、うん、その特集の時に何グループか、グループサウンズのバンドが出るんですけど生で、はい、もうワイルドワンズほどね、もう若々しくてさ、もう本当に演奏もバッチリでさ、もう素晴らしい、グループいなかったんだけどね、残念ながらもうリーダー加瀬邦彦さん、もうまあまあいろいろ病気とかないろいろあったんだと思うんですけどね、もうね自殺しちゃったんだよね、うん、でもやっぱりダメでしょ、自殺っていうのはね一番の神様に対する冒涜ですから、
もう何があっても苦しいこと悲しいこと辛いことがあっても絶対にあの自殺だけはやめてください。もうねもう生涯、ね、天命を全うしてくださいよみんな、ね、必ずあのなんていうの乗り越えられないあの、ね、あの難題はないですよね。なんとかなりますよね。うだついて。はい、そういう意味ではね、そういう意味では中高年お互いにあ、ね、励まし合って励まし合ってて俺が言ったら励むじゃねえこの子やろって誰か突っ込め。ありがとうございます。さあ、ね、今日皆さんからのたくさんリクエストを、ね、最初から来てますんでお届けしたいと思います。じゃあね、え、先週まであのなんだっけペンネームチャライ AKB ファンさん、何今日から何恋してる AKB ファンに変わってるよ。あ、でもこっちの方がいいよ、チャライよりもね。それじゃあ、恋してる AKB ファンさんリクエスト曲いってみましょう。ヒロシ&キーボー3年目の浮気。キーボーよー、うん、ユーミンのアニバーサリーオルゴールバージョンしかないですね、うん、あ、オルゴールバージョンしかない、うん、あら、それはまずいわ。あのアニバーサリーオルゴールバージョンしかないんだって、タマちゃん。せっかく選曲変えない。あのユーミンたくさんあるし。あとメールでまた銀のトロンボーンさんが来たか出るんですけど、うん、おお、全部なかったです。なかった。銀のトロンボーンじゃん。またマニアックに迫った。あ、中島みゆきのファイトある？ファイトってやつだね。なすね。これは奥さんは3年目なるちゃんの奥さん。そう、オルゴールバージョンしかないんだってよ。オルゴールバージョン流したらみんな寝るぞ。希望大したもの、あの、盗んでないよな。ちょっとしたもんでしょ。1500円。だからなんで。ファイトある？みゆきちゃんの。なさそうな気がします。え、本当に？なるちゃんファイトなさそうって。あ、限りゆく部屋、限りゆく部屋はある。限りゆく部屋。うん、浮気ぐらい ありますよ。あるあるある、よしよし、あるってあるって、限りゆく部屋。許してあげない、3年目の浮気ぐらい多めに見ろよ。パソコンの中に入ってるってよ、あのなるちゃんの。あ、いいやね、陰りく部屋で。じゃあ次、あの陰りく部屋行こうか、うん、はい、3年目の浮気。もうね、あんなにヒット曲を飛ばした方ですけどね、えまずいですよね、まずいですよね、万引きはね、だから希望がね、うん、でも
やっぱりこう万引きするってことはよっぽどあの追い詰められてたか、精神的にやっぱり不安定だったのか、ね、誰かに構ってほしかったのか、いろんな要素があると思うんだけどね。やっぱりあのあれですよ、犯罪はね、絶対犯してはいけないっていうのがね、法治国家我が日本国のね取り決めですから、やっぱりねこう法律を守ってあのみんなが笑顔で平和で暮らしていきますから、あー希望、誰か救って希望本当よ思いますね。さあ、リクエストは来ておりますよ。アニバーサリーのねリクエストあったんだけど、これオルゴールバージョンだったから曲を書いてもらいました。ユーミンのね、陰りゆく部屋を、たまちゃんからリクエストいただいてます。それではお聴きください、陰りゆく部屋。なんか私からのリクエストい、いいよいけいけ、このたまちゃんって言うと私からのリクエストみたいな、うん、あーそっかあたまちゃんあ、たまちゃんはたまちゃんでもうちのたまちゃんと違いますあ、それを言わんときだよな、俺の中では二人別々だからな。今日すごいね。ねえ、ツイキャスでどんどん入ってきます。ありがとうございます。文字で見たらわかるけど、喋ってたらわからんよな。たまちゃんとたまちゃんも。ユーミンはね、素晴らしいよな。作家としてもな、歌詞も素晴らしいし、メロディーも素晴らしいしな。あの才能が欲しいか、違うか。陰性生活がした、あ、違うか。こんな運命の愛を。ものだけしたの、わあ、こんな歌詞出てこないよな。さあ、今のところリクエストをナショナルズに乗っ取られてるからどんどん皆さんリクエストくださいタムちゃんも何かリクエストあるか。どうしましょうね。お誕生日だったし。トロンボーンさんのやつ。あ、トロンボーンさんまだ決まってないだろ。何曲出したの、トロンボーンちゃんは。めっちゃいっぱい来てますよ。それが一曲もないという。狙ってるからな。これでもか、これでもかと。ザケ、そうなんだよ、もうね、ユーミンはすごいよね。ここね、今死んでも死ぬのかい全然ない、運命、どんなリクエストにしたんですか。伝承バットさんの目覚めた時には晴れていたとか、で手嶋葵ちゃんもありそうなんですけど、このさよならの夏っていうのがなくて、うん、昔のあれだね、テフーキンっていうアーティスト、わかります？テフーキン、テフーキンの赤春風とあれなんだろう、今生前時清子さん来たんでちょっとありそうかな。ああ本当じゃあ次はファイトね。はい、ファイト、
あ、タモちゃんが喋ってたよ。じゃあこれこれ紹介して。なるさんのやつの中にあるんですよね。何あのあれオルゴールのやつ？あいやファイトです。あファイト、あ向こうにあるの？そこっちにないの？こっちにはなく。あ、うん、なるじゃなるじゃ。探したんですけど。うん、あなければ恋するフォーチュンクッキーでしょ。とりあえずちょっとありがたいです。うん、じゃあ恋するフォーチュンね、はい、はーいね、まあ、このユーミンの歌を聞きながらね、ユーミンってすごいよねという話で盛り上がっておりました。すごいよユーミンはね、あのこのね、こうどこからこんな歌詞が出てくるんだろうとね、すごいですよね。うん、こうあれユーミンの歌の中で何か好きな歌ある？まあ、ユーミンはね、まあ、いろいろもう、まあ、有名どころはいっぱいあるじゃないですか。ああそうそうそう、はい、何百曲とさカラオケの中に入ってるのよ、うんうん、だこれこれ見るだけでも大変だよ選曲できねえつうにね、ねね、自分が歌ってるだけじゃなくて、うん、他の人にもね作品提供してるもん ね、 ね、そうそう、卒業写真もそうだしね、まあ、中島みゆきもそうですけど、ああいう、ね、ああいう人たちって、ね、自分の歌だけじゃなくて、うん、他の人にも、うん、作品提供できるってそれだけの才能があるってことだね、うん、溢れてるってことね、うん、そうですよね。どんな人曲作ったからユーミンとお友達になりたいなさあそれではね、一曲をね聴いていただきましょう。今度は AKB48 恋するフォーチュンクッキー。これ好きや、これね、これのプロモーションビデオ見ると何千人って出てくるさ、うん、俺あれ見てるとさもう涙が出てくるよこんなにもうたくさんの人たちが頑張ってるんだなと思ったんで、あタクシーの運転手さんの かっこいいよ、結構年いってるおっちゃんだけど、いろんな団体でなんか、ね、そうそうそう、やってるじゃないですか。あのトミグスクとトミグスクね、春木市長たちもやってたね、あこ小芝居がなんともあ、ありました、銀のトロンボーンさんのリクエスト、あいよ水前寺清子さんのいつでも君は、はい、ああいいないいないいね、いいよいつでも君は、あのドラマの主題歌ね、昔はねドラマっつったら水前寺清子の、ね、うん、そうそうそう、銀のトロンボーンさん木曜日でしたっけかね。あ、そうそうそう。木曜日の九、あの橋田須須賀子だった、はい。あのありがとうとか。そうそう。いつでもいつでもいつでも君は、なんで AKB 聴きながらこう別の歌を歌ってたって叱られそうだ。あ、みそらわり恋するマンボ。お祭りマンボ。お祭りマンボだね。あ、恋するって言ってる歌。歌つくつけてるし。フォーチュンクッキーで、幼稚園とかでやってたりして、うん、うちの子がね、最初、うん、包丁クッキーって、あ、包丁、包丁クッキーだって、包丁クッキーってなんだろう、はい、あ、そうだよね。あと、サマシタのニーニー、タケちゃんから、うん、デュークエイセス、お女一人、あ、リクエスト、はいはいはい、女一人、サマシタのサマシタのにタケちゃん、タケちゃんね、お祭りマンボウは、はい、恋してる AKB ファンさん、
じゃあいつでも決めよう。いきましょう。はい。次恋する包丁ドッキリ。こらこら。なんじゃそれは。これこんなタイトルの歌あったらすごいだろうな。美空ひばりさんね、素晴らしい歌詞だよな。ひばりさんが歌うと簡単に歌えそうな感じがするんだけど、うん、歌ってみたら難しいんだよ、うん、あの人はね難しい曲を簡単に歌うからね。これ振り覚えてる？全部全部は覚えてないかな。あ、なんかねおじさんたちやってみる。余興で教えますよ。教えます。あったかよ。あれ、振り付けしたのあれだよね、なんだっけ、振り付けし読谷すんですよ。なんだっけ、パパイエス、パパイエス、ふぅいいよね。俺あんまり AKB の歌知らんけど、この恋するフォーチュンクッキーだけどね、やっぱりプロモーションビデオこうね、あの中に出てくる何千名という人たちのあのそれぞれの人生がねこう垣間見えてさ、俺あれを見てると本当にこう、あ、この人たち一生懸命生きてるんだと思ってさ、泣けてくるんだよな。変だよね、こんな曲から泣けてくるって。まあね、でもこれがだからね、やっぱりなんていうの、こういうあの戦略、もう作戦勝ちっていうの、もうおじさんたちおばさんたちにとっては、あ、みんな頑張ってるっていうからね、だから売れるんだよな。これ、あ、やっぱりすごいわ戦略。俺もこういうのやってみようかな。じゃあね、今度これ行きましょうよ。恋してる、恋、あ、そう、違うよ、どこ行こうって言ったんだっけ俺。あ、これか。サマシタのタケちゃんからね。もうたくさんリクエストもらってるから、もうどれだっけと思って。タケちゃん、タケちゃん、はい、それではね、あなたのリクエストいきましょう。デュークエーセス、女一人。あ、ライブ版、そうですね。いやー、すごい。チェックしたことまた意味それ。次コマーシャル。京都大原三千人。そう、あ、もう悲しい酒はあれ無理。あれはやっぱりひばりちゃんしか歌えないよ。もうね、ギターの、バックに乗ってひばりちゃんがせっせっと泣きながら歌うんだ、あの人。あ、こうビデオが、放送が、放送会になって止まっちまった。京都大原三千院恋に疲れた何やろ。 T シャツが一人。いや、アイス食べたいですな。あ、たまちゃんがアイス食べたいってよ。差し入れ待ってます。違うか。アイス食べたいな。これこのアレンジってあれよね、ミュージック、いやいや、なんだっけ、サウンドオブミュージックの、あ、そんな感じです、うん、これだよ。あれ、こんなアレンジしてんの。うわー、生きだな君、誰だアレンジャーは。いやー、このアレンジ感想、サウンドオブミュージックだったよ。タンタララララン、タン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 だったな。いやー、サウンドミュージックはね、7、8回見てる。
タマちゃん、じい、ほっそりした、痩せたって。うわ、可愛い服着てるからだと思う。ああ、誰も俺に言わんかい。俺に言ったらどんなに喜ぶか。これ終わったらね、CM いきますね。生でやる。違うか。ちょっと固まってます。生で固まってる。あら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 。ちょっと固まってます。はいはいはい。マイクは入ってる？はい。ね、冷ましたらたけちゃん。いい歌だね。でもね、この女一人の中にのアレンジとして、ライブだったんだろうね。これ、あのサウンドオブミュージックが入ってたんですよ。わあ、これ聞いてね、俺もサウンドオブミュージックの映画のあのシーンが、ワンシーンがね浮かびましたね。はい。ありがとうございます。それでは。コマーシャル。フリア。はい、町田クリニックのひろしちゃんが今日は一緒に付き合ってもらってます。はい、イエーイ。来週からよろしくお願いします。はいはい。ね、まあ、いろんな形であのほら、あの人間あの、中高年になるといろんなの病気ね、いろんなあの精神的なものとか出てくるけどさ、そういうのも、ぜひちょこっとなんていうの、一口メモみたいなね形で。こう中にポコって入れると皆さん勉強になるかも。ね、夏バテどうしたらあの解消できるのとかね、あのちょっとあの眠れなくなってるんですけどって、あんまりまた深くなると大変だな、はい、深夜番組になっちゃう。深夜番組か。それもいいかも。枕持ってきてさ。さあ、ね、銀のトロンボーンちゃん、なんかたくさん曲出して全てなかったってね、やっと一曲あなたのリクエストの中にありました、ライブラリーに。これね、これもねドラマの主題歌だったと思います。もうね、あの本当にいい歌選曲してありがとう。水前寺京子、いつでも君は。心と心、知らんだろ、うん、生まれてないよ。生まれてない。ないないない。昭和50年ぐらいですか。あ、それぐらいだろ。昭和50年ぐらいか。うん、そうだね。若かった俺も。海洋博の前後ぐらい。そんなひろしに騙されて、ひろしだったんだ。ビア城か。じゃあそれいく。いつでも君は。あれは高田水江、高田水江の、ビアジョクちゃん、そんなヒルジに騙されて書けるような。バンガ、じゃあ次、あのお祭りマンボ。はい。あ、ファイト行こうか。ファイトない。ないですよ。あ、ないの。なるちゃん、ファイトないんだって。見つからなかった。見つからなかったって。
これ今でもヒットするけどね、この歌詞。リバイバルさせようか。昔のいい曲をピックアップしてさ、うん、リバイバルさせようよ、歌おう。一本が一本に、十本が百本に、百本が千本に増えてゆく。小さな乾杯の歌ね。大きく。うん、いいね。わあ、いや、元気が出ますな。いい応援歌やね。懐かしいですね。ね、懐かしい。歌詞も最高やね。こうしてみると、だからさ、昭和のいろんなたくさんの歌たちあるけど、なんかいい歌がたくさん今埋もれて、ほら最近聴けなくなってるじゃん。だからこれをリバイバルヒットさせるべきだな。改めてまたいい歌は蘇らさんといけないなと改めて思いましたね。はい、ありがとうございました。じゃあね、今度は、恋してるAKB ファンさん、いくよ。あなたのリクエストです。美空ひばり、お祭りマンボ。お、いえ、調子悪いね。はい、お、来た。お、遠い世界に。遠い世界にある？あったよね。ありますよ。あちまき。いつつ赤い線だね。そう。それお祭りだ。これはなるちゃんからだよね。しもちゃんね。じゃあ奥さんからってことで。それお祭りだ。うわ、もう38、あと何曲かな。3曲4曲。次は陰りゆく部屋かけましたっけ。陰りゆく部屋は かけたよね。チェックされてるから、うん。じゃあ、そんなヒロシに騙されて、ビアジョップしたね。どんどん出てくるけど、時間がねえで。サザンオールスターズですか。どれどれ。高田水江バージョンよ。そんな命に騙されてある。高田水江今サザン あったあるでしょ。サザンにかけたら曲別曲だはず。川島英語の時代はこれね。どんどん出てくるな。
その松井よやお、うわふう、うわふう、いいね、お祭りだお祭りだ。いやー、でもほら夏休み入ってるからもう各市町村でいろんなあのお祭りがあるじゃないですか、うんうん、茶壇と、あ、もう茶壇終わったんだな、シーポートカーニバルね、はい、カーニバル終わったね、はいはい、今週はね、今週は与那原大綱引きがあるんですよ、うん、他に何かあったっけ、今週末いろいろあったはず。だからもうこれからあの8月いっぱいの土日ってイベントがね目白押しですから、皆さんもねぜひあの親子連れで、子供たちはねあのお孫さんと一緒にもねあの楽しい思い出をぜひ作ってくださいね。それではビアジョッキさんからリクエストいただきました。これかけちゃうよ、高田水、そんなひろしに騙されて。やがてひろじって言うと書いてあったんだひろじって好きだと。メールでまた今リクエスト来たんですけど、はい、銀のトロンボーンさんが、モトマロさんっていう人が歌ってる、はいはい、サルビアの花。サルビアの花あるんだよな。よう時間があるかってことよ。ああ大丈夫か。次遠い世界にやるさね。はい、今積み残しはないでしょ、これ遠い世界の中に。そうですね、うん、じゃあ、うん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 、サルビアの花。はい、もとまろう。はい、よし、くすくえ沖縄でこれこう分かる、クスペ、クスペって言うんだよね、魂がなんか飛んでいかない、いやいや汚い言葉だよクスペってな何だろうな、一つの合言葉みたいになってるな。ちょちょちょ、あと3曲ぐらいかける、そうですね、うん、遠い世界に次行ってサルベの花、サルベの花長かったかな、リードいてほしいよな誰か。お、俺たちが準備したら大事じゃないですか全部飛ばされてる。さああと3曲かかるかどうか。今遠い世界にとサルビアの花いただいております。高田水はやっぱり歌うまいよね。今お相撲さんのおかみさんしてるけどねえ、もう歌わないのかな。桃井ちゃんも歌、たまにはカラオケ行くのかね桃井ちゃん友達だって聞きたいねカラオケ。いやあと30秒で曲終わります。はい、45秒あと10分あ、この1個ぐらいかな。はい、聞いていただきました。そんなひろじに騙されて、あ、違うんだ、ひろじにだよな。はいはい、ありがとうございました。さあ、ね、あと2曲かけていきたいと思います。なるちゃんのね奥さんからリクエストいただきました。これねよく歌ってました。私たちあの集まるとねあのこうコーラスが入ってくるんですね。それでは聞いてください。5つの赤い風船、遠い世界に。これなんだか、このハープみたいなあったよね、こんな楽器が、うん、忘れるな、なんだっけな。
この楽器なんて言ったっけ、分かる人このハープみたいなシャリンシャリンって言ってた。なんか前回も知らなかったような気がする。もう分かったけどまた忘れてるし遠い世界に旅に出ようか、それとも赤い風船に乗って雲の上を歩いてみようか。あ、そうそう、3番の歌詞ね。そうなんだよ、これが日本だっていうやつね。あ、最後日本の心ないやつよ、ある？日本の心、うん、俺のあの、入れてますね、こっち入れてる、うん、あ、ちょっとあるじゃあそれを普通のとボギーバージョンとあります。あ、普通のでエンディングにします、ね、はい、エンディングにしよう。あれをサルビアの花かけてからね。わかりました、ありがとうございます。最後はね、日本の心。いいよね、赤い風船。なるちゃん、また近いうち歌声やろうよ。なるちゃんのお店がお休みの時行く集まる何名か。若者がいる、そうそう、ボーカルが女性。そうなんだよ、ここなんだよね。とりあえず立つべ。そう、ここ限り明日の誓いを探しに行こう。この歌はね、もう去年末に亡くなったあの川光くんがよく歌ってたよな。聞いてるか川光。はい、ありがとうございました。遠い世界に一緒に歌ってましたね。3番いいよね。雲に隠れた小さな星は、これが日本だ、もう私の国だってよ、叫びたいよな。さあ、もう時間もないので次の曲いきますよ。ね、銀のトロンボーちゃん、あなたのリクエスト、かけたいと思います。元マロ、サルビアの花。これ何分ある？ 4、5 分ある？あ、4分です。4分、2分残ります。あ、じゃあ日本の心で BGM にしてから賑やかにされてるじゃん。テスト、うん、あっち入らん？いや、あっち OK なんですけど、うん、パソコン使ってるときはできないんですよ。ああ、そう。ちょっと最後の2分、うん、あの最初だけ、うん、ちょっと別の CD かけてて、うん、OK だったらすぐ日本の心に切り替えます、ね、ないよ。なるちゃん、一緒にまたコーラスやろうぜ。たまちゃんも一緒にな。
たまちゃんもいるか。たまちゃん、うちのたまちゃんみたいな、たまたちゃん。この試合取りに行けばすごいな、リアルタイムでな。最初なんか変な感じだったよね。歌詞覚えてるじゃないか、すげえ。おい、たまちゃん、はい、また近々やろうぜ、歌。昔のリクエストって言うとね、カラキだけだったのが、うん、そのうちファックスになって、そうそうそう、割と早くなんかね、どん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 テクノロジー進歩していくから、今や顔見ながらお話できるからね、すごいよな。でも逆にこのハガキ出した時のハガキ読まれるかなってこう、うん、ドキドキ感とか、そう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 、ね、そうだから、でもこうコメントしても こっち側が、あの話できるやるかっていう、うんうん、だからこうさっきのあの、うんうん、なんだっけ、赤い風船、はいはいはい、5つの赤い風船の、はい、うん、あの最初の楽器、オートハープでした。あ、オートハープ。オートハープね。わかりました。ありがとうございます。で、また忘れるんだよ。トロンボーンさんが、前回も確かトロンボーンさんが。あ、そうか。あ、そうなんだって言って。そうなんだよ。もうね、あの記憶力が定かでない。こんな風にね、こんな風にいやいやながら結婚するなよと思うよな、蹴り入れたくなるよな。なんか流れに流されてしまってさ、好きな人がいるのに、まあ一生のこと女のに妥協で決めたらあかんよ。でずっと後悔しながら生きてくるんだよね、人生。あの人と結婚したら素晴らしい人生だった、何を言ってんだバカタレ。分岐点だよ、分岐点、ここで右に行くの左に行くのっていう、えらい違いだよね、うん、その後が。これってあのあれなんだっけ、卒業、出し日本語も あんなもんか、はい、曲終わります。はい、ちょっと最初チェックしますね。はい、はい、聞いていただきました。あね、もう時間 もう残りわずかでございます。ありがとうございます。今日をもちまして源ちゃんは、ね、終了させていただきます。なんていうの、来月、まあ、来週からは、町田博さんが、この中高年の精神を再びをまた盛り上げてくれますんで、よろしくお願いします。博ちゃん、はい、ちょっと僕の選曲は多分源ちゃんとはまだちょっと、ね、あ、いいんですよ、いいんです、人味も太味も違うかもしれないですけど、はい、若いしね。ちょっとだけね、はい、そういう意味でね。はい、じゃあ日本の心あるの、日本の心あ、ありません。じゃあ流してください、それを切り替えて、はい、はい、またあ、ね、皆さん、ぜひこれからも来週からもですね、この番組をね、楽しんで、またリクエストもしていただいて、今度はひろしちゃんと、一緒にですね、元気で仲良く、脳内活性化をして若返って、ね、この番組を楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いしますね。さあ、こう最後はこう日本の心のリクエストが来てるんで、はい、はい、差し替えましょうね、はい。さあ、夏本番でございます。夏本当にね、熱中症、もう私の周りでも熱中症かかる人たちたくさんいるんで、ぜひ熱中症かからないように、楽しくですね、元気で、ね、子供たち、そしてお孫さんたちと過ごしていただきたいなと思います。いろんな祭りがたくさんありますが、ね、げんちゃんもいくつかまた祭りで、歌いますんで、よろしければまたね、
皆さんと会えたらいいな。6月あ8月の6日は月城の お祭りで歌いますんで、ぜひよろしくお願いします。さあ、あの日本の心、流れてきました。おなんか別のも入ってきてるぞはい、じゃあね、はい、また来週からひろしちゃんが担当します。皆さんこれからもね、可愛がってください。この番組ありがとうございました。ひろしちゃんよろしくお願いします。はい、よろしく。はい、それではみんなバイバイ、さよなら時間が読めないありがとうございます。はい、お疲れさん。これ向こうかな。はい。あ、いや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 。はい、お疲れです。みんなありがとうね。夏負けするんだよ元気でな。うわっ、ここ壊れてるボンドでくっつけないといけない角角角と違う違うそれ